今日はまあそうですね、まあ、毎日メイクみたいな雑談しながら毎日メイクをやっていきたいと思います。よかったら最後まで見てってください。どうぞ。最近日に日に皆さん前振りがさもう短くなっているよね。使っていくのはこちら、じゃん、イシのスキンレーション、スキンミルクです。これは僕がイメージモデルこれは僕がイメージモデルをやっているスキンレーションっていうやつなんですけど、なんかこれはねメンズ用のなんかスキンレーション、まあ、メイクというよりはなんかスキンケアみたいな感じのやつで、化粧水、美容液、乳液、肌補正、BB クリームの効果があって、洗顔後にピャって塗るだけなんですよ。でクレンジングが不要って書いて石鹸で落とせる、まあ、テクスチャー的にはめちゃめちゃ柔らかい、結構ねこう肌色に見えるんだけど、塗るとね全然薄付きです。こういう感じで適当にまずのせて伸ばします。でこれね結構保湿されるんだよね。だからメイクの前にこれは毎回塗っていて、でこれだけの日もあります。なんかやっぱめんどくさいなとか、メイクめんどくさいけどちょっとなんか綺麗にしとかないとなみたいな時にこれだけ塗って外に出ることも多いです。めっちゃナチュラルじゃない。でこれはねどんな肌色にも合うって書いてますね。気になった方は詳細に概要欄に詳細逆になっちゃった、概要欄に詳細貼ってますんで、あのよかったらチェックしてください。まあ、でもカバー力はね実際そんなにないですね。でそれはなんかカバー力を重視しちゃうとやっぱりザ・メイクって感じになるので、本当にこう自然にこう毛穴のを埋めて肌補正をしてくれるって感じ。まあ、これ今すっぴんですって言っても分かんないぐらいだけど、ちょっとなんか肌綺麗だなって感じになってると思います。コンシーラーにいっちゃいます。ザ・セムのミネラライジングおべし、ザセムのミネラライジングポアコンシーラーの 1.5 番ですね。ポアコンシーラーって言って毛穴のも埋めてくれるし、コンシーラーの役割も果たすしって感じのものなんですけども、いつも使ってるやつよりも軽い、めちゃめちゃつけ心地が軽くて、なんか薄付きなんだけどしっかりカバーしてくれる感じ。パウダーはこちらイニスフリーのノーセバムミネラルパクトで、ハイライト、ハイライトはいつものクリオのプリズムエアハイライターのゴールドシア。なんか前の動画でめちゃめちゃ俺顎にハイライト塗りすぎちゃって、めっちゃコメント欄が顎で埋め尽くされてたんですけど、ごめんなさい。俺なんかやっぱ顎出てるからさ、ちょっと塗るだけでもさめっちゃ出てるように見えちゃうんだな。なんかちょっと画面明るいかも、ちょっとだけ暗くしようかな。ハイライトはもうほんとこれかな、人生ハイライトって感じですね。まあもうちょっとね探しますけども。で次はチーク、こちらは人生チークですね僕の、VT さんのチーククッション01番ラズベリー。なんかこれねこの間さ、あの俺がさ動画でさ10個ぐらい送ってください、 VT さん見てたらよろしくみたいな感じで言ったじゃないですか。そしたらね10個ぐらい届いたびっくりした。他の色もね送ってくださったんですよ。だからまたその他の色もレビューしたいなと思ってる。最近は結構こう鼻の上からにこうピミミョンって直線に塗ることが多いです。ザセムのセンムルクリームスティックブラッシャーシェーディングの BR02 番のコーヒースムージーって色なんだけど、なんか俺こういうシェーディングのスティックってめちゃめちゃ色が濃いものが多いイメージ でこれはねめちゃめちゃこうナチュラルに薄いんですよね。だからめちゃめちゃ使いやすくてすごく愛用しています。わかるかなこの薄さ、ポンジでどんどんどんとなじませます。なんかね上げたい動画はいっぱいあるんだよ。なんかシェーディングをするとこんだけ変わるよとかいう動画も上げたいし、割と別の仕事がいろいろ忙しくてすいませんね、 YouTube の更新が遅い、おろそかになっちゃう。センムルの OR05 番、こちらのアイシャドウを使っていきます。ザ・オレンジって感じだね。みんなお祭りとか行った？俺まだ全然行ってなくて、まあ俺お祭りマジで多分3年以上行ってないですね。行きたい、今年はなんか夏らしいことしたいなって思ってて、でなんか俺がちょっと想像している妄想だと、こう彼女も浴衣で来るじゃないですか。ほんでなんかこう浴衣を着た彼女を見て、うーん可愛いじゃんってやりたいんだよねあアイラインはねなんかねファンの子にもらったやつ。最近でも結構長めに引いているよねアイラインは。こんぐらい長めに引いてる。なんだこのこっちの手、
今年はね、バーベキューにね、行きたい。誘われ、なんかめちゃめちゃゴリゴリに誘われて行きたい。なんか俺自分からは行きたいと思わないの、あんまり。ちょっと眉毛描きます。眉毛はね、今ケイトの普通のデザイニングアイブロー EX4 番で、ちょっと太めに描きます。今日はそう、だからね、ゴリゴリに誘われて行きたい。もうしょうがないなみたいな、そんなに言うなら行ってあげるよぐらいのゴリゴリさで行きたい。基本的に俺めっちゃゴリゴリに誘われたら行っちゃうタイプなんで、結構ね、みんなでもそれを知ってるから、めちゃめちゃゴリゴリに誘ってくるの、いつも。なんか一回断るじゃん、めんどくさくて。そしたらなんかまた電話、 LINE で断ったら電話かかってきて、で電話出て、そしたら「久しぶりにヨジ君会いたいな」みたいな言われると、もう分かったよ、しょうがねえなっつって言ってあげるんですけど、みんな多分なんか分かってんだよね、俺ちょろいやつって。まあ、ちょろいんだけどね。はい、で眉マスカラはこちら、ケイト 3D アイブローカラーのナチュラルブラウンを使います。そう、てか今みんなこれ多分見てる、みんな分かると思うんだけど、焼けたよね俺結構。なんかね、この前この2日間外で、八景島シーパラダイスっていうところでイベントだったんですよ。で2日間外出てて、ちゃんとまあ UV カットパーカーとかも着てたんだけど、やっぱりその出番の時は脱がないといけないから脱いで、でめちゃめちゃ水をかけ合うイベントなのだから、まあ、日焼け止めとかまあガンガン塗ってたし、メイクもしてたんだけど、もう水かけられすぎて、もうほんとほぼすっぴんでやってたし、ちょっと焼けたやっぱり。今日はちょっといつもより画面の明るさが暗いっていうのもあると思うんだけど、まずちょっと下地にこのエチュードハウスのディアダーリンウォーターティントのオレンジを薄く、ザセムのスムージーリップクレヨンかなの OR01 番使っていきます。これも結構ねオレンジ、内側にニャーって塗って、後ろがねこうポン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 ってするスポンジになってんの。だからめちゃめちゃグラデーションリップが作りやすいから、手も汚れないしね、ティッシュを出す必要もないし、最近はこれをめちゃめちゃ使ってます。今日のカラコロは、カラコロ今日のカラコンはマーブルっていう、あのこれニコレンプロデュースのカラコンなんだけど、あのこの間レビューした時にまだ余ってたんで使ってます。チェルシーって色ですね。結構割と自然なブラウンです。バイです。こんなもんかな、こんな感じです。ちょっとメイクも終わったので、そろそろ動画も終わります。よいしょ。皆さんよかったらチャンネル登録と高評価ボタンとコメントボタンとコメントはボタン、ん？また皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。